なるお。はい、なるおでございます、秋田県この浦漁港に来ました。はい、毎年恒例のハタハタ釣りでございます。はい、今年はひっささん、はい、あとはくわがいさん、こんさんが今、あれこんさんどこ行った？こんさんは今ヒートテックに置き換え、ヒートテックに置き換え中、今回4人で来ております。はい、ということでなんかもう今年は天気はいいけどハタハタがあまり釣れてないような、釣れる気がしません。釣れる気がしません、すでに。はい、もう全然周り釣れておりません。はい、人もいない、人いないもんね。うん、まあちょっと釣れてないみたいですけど、ちょっと頑張って、まあ、せっかくねここまで来たんでね、はい、やりたいと思いますよ頑張るぞさあ、ということで釣りおさび企画はいね、まあ、まずは一匹でも、まあ今年打ち上がってるところもなさそうだな。コウさん来た、はい、ということで頑張りましょう。じゃあご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日から一問取る。おお、上をね、ハート型にしたんです。おー、すげえ。これ私も結構、あの顔の割にはキュートなところがある。顔の割にキュートなるほど、いやでも美味しそうっすね。はい、460円ということで、ぜひよろしくお願いします。でも今年の一注文は美味しいですね。あ、夏の一注文は美味しくないですけど、逆に春先なんかじゃあちょうどあれじゃないですか。美味しいですね。春先のイチゴショートも美味しいですし、私使ってるところのあのイチゴ屋さんっていうかイチゴ農家さんが本当経験熱心で、すごい美味しいですね。あそこのイチゴは、じゃあその時はじゃあイチゴのじゃあ CM 作らなきゃいけないですね。そうですね大変ですよ。だからもうバレンタインホワイトデーあとイチゴペアですね。じゃあ意外とあの私イチゴ使ったものは得意。おお、まあ実際はチョコレートのばっかり並んでますけど、はい、イチゴのやつも大丈夫ですよ。おお、はい、じゃあ楽しみですね。はい、ということで、はい、基本的にキュートなんでそこ売りにしてますね、はい、みんな多分スタッフもみんなそう思う。あ、はい、気になる方は、はい、千夏ちゃんこれキュートなところあるよね。はい、なるほど、わかりました。ね、あの寒いかと思いましてね、ちょっとこんなものを用意してまいりました。はい、あの前回の神子でねかなり寒い思いをしたんで、このはいこちらのね、これストーブなんですよ。あの指、はい、コンパクトなやつで、はい、これね、はい、こういう風に、はい、まあ、あとここにガスを乗せてね、はい、やるだけなんですけども、イソブタンが 10% 配合しているガスですね。はい、あの通常のね、あの岩谷さんのガスだとあのブタンってタイプのガスなんですけど、これはねあのイソブタンっていうのがね 10% 配合されているものなので、はい、まあ、ちょっと寒いとこでも全然使えるよってやつですね。はい、ということでこれは、はい、いや岩谷の回し物じゃないですよいや寒いかなと思って持ってきたんですよ僕が。全然寒くないですよ今日、ね、まあ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 そう言わずに言うよ。おいて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 、ついだ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 、さあほらほらこういうやつなんですよ。ほらあったかいでしょこれほらこれだとほら紙粉にも持っていけんですよ。あーあったかい、あったかい、男でしょ、うん、ねえ、でもこういうのが紙粉にあるとそこから動かなくなりますから釣りしなくなりますよ。うん、もういいっすね。そう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 、ストーブまではちょっと持っていくのめんどくさいけど、これくらいだったら全然、はい、はい、決して岩谷の回し物じゃございませんつくまで時間が、あ、あったかい、これはあったかいよ、うん、さあということで準備しますか。つが
もうやっあもう入れてたの春魚と浅い、あ今塩引いてんのかなこれ、下げいっぱいぐらいでいいですか、もう態度グラフ見てないからあれだけど、これについてます、えマジで、まあでもだって俺たち多分投げるもんね基本的にもう魚が取ってくる釣りじゃないんですよ、ほんとガラガケなんで、本当にそうバーブレスなんです、バーブレス今年初なんで、あーいえいえ教えますから教えますからはい今ね仕掛け作っております、今ケミホタルをつけてね、はいこのハタハタのねこのサビキですね、はいこちらはいちょっとこのようにつけていきましょう、よしこれでまず重りつけて、重りはね8号ですね、はいちなみにロットははいジークラです、はいあとストラディックの4000番にナイロンラインですね、そう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 、ちょっとねあとケミホタルをちょっともう一個つけるんで上と下の両方につけるんですよ、ハタハタって、さあではこれをねパキッとやって光らせたいと思います、これをはい、さあさあさあ光ってくると思うんだけどな、よし光ってきましたね、さあさあさあそれでまあこれにこここうやってやって、ここもこうやってさあこういう形でね、はい上と下が光るようになりました、さあということで準備は完了、あれちょっと見えねえんだけどマジで穂先さあ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 そういうことでやりましょうね、これがハタハタ仕掛けでございます、さあということで、ああ俺も左巻きだちょっとこれ右巻きに直すべダメだ、あ左巻きいやもうさあ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 ちょっと左巻きで、はいちょっとねやりたいと思いますよ、さあということでキャストして浅いねこれね、これをねあとははいリフト&フォールでこうやってやってこうやってはい着底したらもう一回巻いてこれです、この釣りです、はいもうこれでくればかかってくんですけどね、さあ果たして誰も釣れてない状況で私ナローが釣ることができるのかどうか、しかも左巻きですからね今日は、普段右巻きのまあこういう感じですね、はいあとは釣れたらちょっとカメラを回したいと思いますはい、なんかちょっと渋そうなんでね、ちょっと潮がねちょっとね今三月潮なんで上げ潮のタイミングまでちょっと待機しようということで、ね、ストーブを出しました、はいお湯も沸かせるタイプのストーブ、岩谷さんのやつですね、はいまあこれにちょっと今イカを置いてね、すいませんなんか上げ潮のタイミングまで待とうと思ったらこういう結果になったんですけど俺まだ2頭しか投げてませんけどちょっと上げ潮のタイミングまで待った方がいいですよね、はいということでとりあえず今スルメ4匹焼いたんで、あと食べましょうみんなで待ってそこまで寒くないですけどね、もう今年はあったかいけど釣れる気しないよ本当に、もう最悪ふくらで味釣りに切り替える可能性もあるかもしれないけど、秋田まで来てスルメ食いに来たと思うんだよ本当にもうちょっと揚げ塩まで時を待ちたいと思います、何ですかなんか集まってるね、フグじゃないこれ、ナローさん大好きフグだ、フグだねフグ寄ってるね、あフグだね、フグです、フグあれ得意じゃないですかフグリング、フグリング、フグリング、フグリングっていうのはつくしょいや女川でねフグしか釣れませんでしたけど、あフグは寄ってくるんだ、フグしかいねえんじゃないのほら緑と青と白で緑なんですよ寄ってくる、ああ。すごい強いねえ、フグが寄ってくるんですよ、でも緑がフグ寄ってくるダメじゃん青そんな寄ってきてないの、青も青で寄ってきてない、でも
寄ってる青、青ちょっと寄ってる手前の方。あーでも旬によって寄ってくるね。はい、ということでね、もうそこでイガ焼いて芋食ってやってましたけどまあ多分揚げ塩入っても絶望的じゃないこれ。まあとりあえずせっかく来たんでちょっとやって、ダメだったら味に切り替えるか北上するか。あでも釣れないの飲んでるからダメかもしれない。あ俺オレンジジュース飲んでたけど今日レモンジュース。まあちょっととりあえず、まあもうちょっとしたらやりましょう。フグフグリングフグリングって言うたってだからはい、この裏初投下フグですね。はい、坊主じゃありません。よろしくお願いします。ちゃんとほら休んでないでちゃんと釣りしてくださいね。何ピクピクピクってきた。いや引っ掛けました。あそういい、俺青いそび買ってきて月下美人でやるからそしたらよし、やる気出たぞ。俺あ落ちた、俺やるかじゃあ。さあ行くぞ。はい、もうこの人ハタハタ釣りしないでもうフグ引っ掛けてますもんフグの柄掛け、フグの柄掛け。あんなの何掛けたのか自分で腕だっつってさあどうでしょう。ここで釣ったらすごいよ釣っちゃってるもんまだ寄せ投げなきゃ、スバルがほっといてこれちょっと俺もやってみようかな。じゃあ私もやりたいと思います。さあということで早速ちょっとやってみましょうかね。どうなんだろう。もうひたすらこうやってしゃぐって不思議でした。いいんだけどね。もう手前まで来てるよ、ちょっとこれ。手前まで来てるね。さあ、ユタにフグは多いようだけど。フルキャストしたっけ、綺麗だ。ちょっと何はビューってすげえ音したよね今ね。ちょっと待ってって切れたんだけど、ちょっとマジで綺麗だ。嘘でしょ、ちょっと何よく渡ってたのこれ。中華灯じゃないですよ。ああはいはいはい、あついてね。ちゃんとちょっと動かない。僕はもうフルキャストしたっけ、キビで飛んできました。お約束だよ本当に。もう低評価だよこんなの。もうはい、もうケミホタルはもうどの目にハタハタが入ってきてないというつけるだけあれかなということで、ケミホタルなしで、はい、ちょっとこれやってみたいと思います。さ普通に今度は危ない、投げますよ。今度切れねえだろうな本当にな。さあ行きましょう。いやー何だろうね、去年であの風速14メートルだったけど、今回はもう本当に無風ベタなに、本当にそして暖かいだから、去年とは全然状況違うけど、いやーちょっとこれやっぱハタハタ割れてないで入ってこないんだろうね。全然釣れる気がしない。はい、今ねちょっと向こうの方ね、ちょっと今偵察してきたんですよ、熊谷さんの。なんかね穴釣りが面白そうってことで、ヒサさんがもう月下美人出し始めました今はい、もうコンサーなんかもう竿しまったからね、もうハタハタじゃなくて根魚に切り替えようかって、はい、あれで、はい、
まあちょっと今朝さんの超過次第で僕も月下美人だそうかちょっと考えます。はい、とりあえずちょっと今欲しいもね出しちゃったんで、はい、とりあえずちょっと僕は、はい、人様の超過を見てから、はい、判断したいと思います。コンサーも出すんすか。はい、つうかもうみんなこれもうハタハタずりやめてロックフィッシュに切り替わってますね、もう。まあということで俺もハタハタやめて、あれかな、ロックフィッシュに切り替えた方がいいのかな。もう熊谷さんまで出し始めてるよ、もう。はい、まあみんな釣れたら俺ちょっと、はい、竿を出したいと思います。僕はちょっと一旦、はい、芋食ってます。ということで、どうでした、あっちは。反応なし。反応なし、まったく。雰囲気だけは良さそうなんだけどね、あそこね。はい、ということでもう絶望的ですね、この裏も。いやもうだって来て 何時到着したんだっけ、こっち。だって今何時、12時まだ2時間いないんだよね。もうすでに場所以上の雰囲気になってるけど大丈夫これ。はい、とりあえず片付けました。はいね、もうコンさんはトイレに行って、もうとりあえずどこか違う釣りをしようということで、滞在時間2時間いません、ここに。はい、ということでわずか1時間半でまさか場所移動することになると思いませんでしたけど、まあ、とりあえず一旦ちょっとコンビニに行ってミーティングですね。はい、ということで飛びますか。はい、ジャンプしたはずなのに誰もジャンプしてないという。コンビニで餌を買い、はい、ちょっと雨を降ってますけど、ここでちょっとねハタハタから味狙い、はい、ちょっとねやっていきたいと思います。それではね、ちょっと取れ高が全然ないです。こっちで頑張りたいと思います。はい、やろうと思ったんですけど雨が降ってきて、一応天気予報見たらこの後ね、4時ぐらいに雨が止む予報なんですよ。今ちなみに3時なんですけど、なんでねちょっと1時間ちょっと休憩を取ろうと思って、はい、なんでちょっと雨が止んでからちょっと釣りを再開したいと思います。ということでおやすみなさい。はい、酒田港の、はい、水路に来ました。ということでね、ちょっと仮眠してここでちょっとやってみようということで、ライトつけるの忘れた、もう真っ暗だ。とりあえずちょっと行きましょうか、じゃあ。はい、酒田北港水路でございますね。はい、ということでね、こちらに、はい、八重鳴るを解説いたしました。はい、ね、ここでちょっと温まりながら、こちらの方でね、ちょっとアジやら何やら釣れる魚を狙っていきたいということでね。はい、今現在キッサさんがいないですけど、コンさんと熊谷さんが、はい、やっております。まあ2年前にここでね、みんなでやりましたけども、まあちょうどこの辺良さそうって良さそうだけどね。うん、まあ、え、何ですかそれ。お、なんかツルツルだね、ここ。マジでこれ、おい、これガチもこれ。マジで嘘でしょ、ガチモンなのこれ。誰かエイトやってよ。なんでこんな誰もいないとこでねえ。海水でケツ踏みだってこと。まあとりあえずちょっと僕は一旦朝ごはんの準備をしたいと思いますね。はい、ということでね、こういう風に、はい、今暖を取って、はい、そして今お湯を沸かしている状態です。はい、釣りする気あるのかって話ですけどね。さあ、ということでね、ちょっとここで一旦お湯を沸かしてカップラーメン食べながら、あとね、それ釣りをしていきたいと思います。これ最強だね。それ追っかかっても傾斜がこうなってんから、こう転がりそうな感じになるよ。でもやばいでしょ、これやばいでしょ。はい、早速やっていきたいと思います。月下美人ですね、タックルは。はい、これにね、あと月下美人の2グラム、はい、これに
とオキアミですね。今日はあの青磯目が売っちゃっちゃったんですよ。はい、とりあえずねちょっとこのオキアミを餌にして、はい、ちょっと風が出てきたね。ちょっとこの辺ちょんとやってみましょう一旦。まあ結構水深あるんでねここね。はい、まあこの辺でちょっとやればワンチャンオキアミどうなんでしょうか。お、何それ、アジ、おーすげー、父さんがアジ釣った、泳がせ釣りじゃん。え、何サビキ、また今年もそのサイズのアジ釣ったんですね、こう、こうさんもう泳がせ釣りでそれこそ本当にヒラメじゃないだよね。もう風強くて何やったか分かんねえもういやでもこれあれで本当にハタハタ来ればいいけどねさあどうだ、 2g はさすがになかなか落ちないね。こっちにこう流されてくるのかな多分な。さあどうだろうね。お、なんか釣れた、アジ、マジで、うんこの目の前に、風が寒い、うわもう風がやべ、こうここの壁にこうやってこうやって風を避けながらやるしかねえな、これも。あーもう手袋もしないでやってる時点じゃ間違ってるよね、そうともね。なんかピク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 当たってくんな。お、来た、お、やべやべやべ、マジでだけマジでだけ、やべやべやべ、ドラゲ、あー何これ大きい、大きいフグだ、大きいフグ、大きいフグ、ふざけんなってマジで、でかい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 、ふざけんなってマジで、さすがフグリングのあー切れた、あー切られた、フグだからライン切られた何今のサイズ、今日一の大きさだったけど、お、来たマジでドラグチーズでね、フグだって、フグ選手会やんだけですね、リモートフグに帰るあのサイズのフグだよ、だって面白かったね、今たまに竿出してみるもんだねやんなの一体はい、私はもうここでぬくぬくモードです。はい、ひささんが今フグ釣ったようですねほぼほぼフグしか釣れてないけどそうです、これがナルオの釣り道楽の釣りキャンプでございますあったかいでしょ、足元あったかい、もう少しでお湯沸くと思うんだけどね多分そろそろ、あれ熊谷でカップラーメン買ったんだっけ、買いましたよ、もう少しだね、あ、もう少しででもあれうんこ見ながら食わなくちゃいけないしあれなんとかなんないのかねコンさんもやっと休憩ですね、温かいの飲みますかコンさん、コンスープとコーヒーありますけどどっちですか、コンスープ、コンスープ、あ、はい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 、直切りできた一人だけずっと黙々やってますもんね、あ、どうぞちょっと今俺やるんで、すいません、あ、ちょっといいですかちょっと今多分こう、もうみんな心折れそうだからあっち向かった方がいいんじゃないのかって話だけどねえ、フグしか、ああ、おお、どうぞどうぞ、フグしか来ないもんね、もうあのカップラーメンが食べれる温度になる前に多分もうみんな心が折れると思うんで
これで、あ、適当にその辺に入れててください。あよいしょ。あああ、ホットが飲める温度だな。ガスコンロ持ってこなかったな。どっかで飯食って、そのまま宮城に向かいますか。じゃあ多分ゆうたくんそんな大したスタートまでじゃん。とりあえずこれ飲んだらと宮城に戻りますだ。はい、オープニング撮る前になんともうヒット、はい、おならが来ましたということで、いきなりのヒットシーンで、はい、あれでございます。果たして何これ、フグ、いや、アイラネさん、おーいえー、おめでとうございます。イエーイエー、早いアイラネが来たということで、はい、今年釣り納め最後、はい、日本海から大移動で女川でございます。後半へ続く。何取れなかった、ちょっとおでか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 、やべやべやべ、2、1、おお、でかいっすね。おー、いった、でけ、これはでかい。おお、いいサイズ。おお、すげえ、でけ、こんなでかい。マジでこれ。今回はこちらのキッシュのご紹介でございます。はい、フェブリエさんではね、あのケーキだけではなくこういったキッシュもございますのでね、はい、今回は私が、はい、ね、大の苦手な食レポを、本当に食レポ下手すぎてね、自分の動画を見てがっかりしてるわけでございますけども、早速ちょっとキッシュ食べたことないんですよね。ちょっと今回これはサーモンとベーコンがあるのかな、このベーコンのちょっと今回ね、はい、ちょっと買ってみたので、ほうキッシュって初めて食べるんですよ俺、ちょっとね、どういうものなのかね、ちょっといただいてみたいと思います。おお、すごい、こういう風になってんだね。ちょっといただきます。うん、あ、おいしい、これうん、ベーコンたくさん入ってますねこれ、うん、パイ生地にね、こう玉ねぎとかが入ってるのかなこれ、はい、うん、あ、結構ボリューミーですね、結構厚さあって、はい、こういう感じでね、あの入ってるんですけど、これは多分一人で一個は食えないね、多分4分の1食ったら結構お腹いっぱいになったら、半分食ったらあれじゃないかな、多分ご家族で食べるのにすごいいいと思います。これね、こい1個まるまる2000円なんですけど、これカットされてるやつ400円くらいで、ありますんで、もしね、1個多いなって人はね、そのカットされてるやつもありますんでね、ぜひ甘いやつだけじゃなく、こういったキッシュもちょっと興味ある方はぜひね、ご賞味いただけたらなというふうに、はい、思います。いや、これ美味しい、本当に美味しいしか言えないけど、うん、やっぱこれはね、初めてキッシュって食べたけど、うん、ちょっといただきます。うん、うまい、うん、あ、これ美味しい、キッシュって初めて食べたけど、うん、これサーモン味もあるみたいなので、このサーモン買ってみようかな、これね、はい、ということで、もうベーコンほらこんなにいっぱい入ってるんですよ、これね、うん、ただこれ木村 P さん言ってましたけど、作るのめんどくせえんだって言ってました。はい、ということでキッシュのご紹介でした。やべ、叩け、マジで、あー、やべ
やべやべやべ、あー大きい大きい大きい、大きいですよ大きいですよ、大きいやね、ちょっと待ってて、なんなんなんだこれ、おお大きい大きい大きい、あれやべ、なにこれ、おいしょ、おお大きい大きい、いいサイズのネバル釣りだ、やべやべ、でけでけでけ、やべやべ、でかいの釣れた、よかった、はい、メバル見事に来ました、大きいの釣れたね、リモートフィッシュ第9弾第3回ロックフィッシュダービーが2024年元旦から2月29日の2ヶ月間開催となります。対象魚はアイナメソイ、メバル、その他ネサカナとなっております。ドンコとかギンポももちろんエントリーは OK だ。対象エリアは陸地であればどこでも OK です。立ち入り禁止場所は釣り禁止場所での釣りはお控えください。釣行方法はルアーワーム等の疑似餌釣りも OK となっております。ただ船での釣果は NG となりますのでご注意ください。またエントリーする際は1週間以内の釣果に限ります。頼むから1ヶ月前の釣果なんか送ってくるんじゃねえぞ。エントリー料は無料となっております。参加ご希望の方は公式 LINE をご登録ください。参加方法は公式 LINE に釣行場所、釣行日、ヒットルアー、対象魚のサイズの分かる画像と持ってる画像の2枚を LINE に送ってください。皆様からのエントリーお待ちしております。